こうやって並べるとマジックメガタワーブロック、まあ、これの注意としてはね、ここがねスノーじゃないですので、スノーっていうか雪のブロックじゃないですので気をつけてください。ブロックオブカ読めねえや、はい、これもまたすごいんですけど、ちょっと重たいです。これははい、ちょっと重たいってか、かなり重たいです。はい、僕の PC でもこんな感じでちょっと止まっておりますが、はい、これすっごいんですよ、マジ。もうこのモッド最強って感じですね。はい、こんな感じで広いのがですよ。いきますよ。はい、19階建て、で、わかんない、20階建てかも、ちょっと数え間違えたかも。はい、がね、まあできるんですね。これ本当にすごくないですか、マジ。もう下見るだけで感動。こんなんがね、もしね、サバイバルで作るとしたらもう1年以上かかってしまいますよ。そんなにかからないけど。めっちゃすごいです、これ。ダーイブ！はい、次！オークブードンはね、まあ、こんな感じでやるとマジックハウスブロック、名前一緒ですけど、これはね形が違いますね。しかもなんかおしゃれですね、このなんかおしゃれっぽいの。どうぞ。はい、もうねおしゃれですね、普通に。ちょっとこっち逆なんですけど、入り口はこちらです。はい、おしゃれですよね、これ。もう建築のかけらでしかない、かけらじゃないわ、もう才能でしかない、センスでしかない家ができます。はい、こんな感じでね、3階建て4階建て、わかんないですけど、はい、ができます。すごいですね、これも俺が作ったしとか、またこのネタ使えば、はい、屋上じゃない、あれもある、屋根裏部屋、はい、俺が作ったしとか言えばもうね、友達もね涙が出てきてしまうと思います。ドゴン、マジックハウスブロック、これも名前また一緒ですけど、ここをねこれに変えればいいだけです。はい、さっき紹介したのの亜種的なやつ。はい、これもね、もうすごいですよね、ほんと。これはね、なんか、北海道にありそうな家ですよね。まあ、こんな感じで、今があって、まあね、作物が育ってて、さらにまあね、さっきと同じで、ギュイーン、1階、2階、3階、4階、はい、4階で、さらに屋根裏部屋があって、はい、さっきのの亜種的な感じですね。はい、素晴らしい。バシク。はい、こっからちょっとすごくなってきます。マジックフローティングスプハー、わかんない、まあ、地球の絵にねガラスが描いてるんで、いかにもかっこよさそうですよね。はい、これ気になりますよね、地球。ではやってみましょう、どうぞ。はい、これちょっとねあの思ってたよりはね微妙なんですけど、まあすごいですよね。はい、ちょっと手させて、よいしょ、 OK。 はい、もう見てください、外から見たらすごいですよこれ。はい、地球を多分イメージしてると思います、これ。めっちゃすごい、ほんと。この中でね PVP したらね面白そうですよね。ちなみに結構下まであります。あ、ちょっと岩盤があったからいけないけど、まあ、岩盤なければもっと丸いです、もう下まで丸いです。はい、ドゥーン。はい、こんな感じでマジックローラーコースターブロック、これもなんかさっきあったんですけど、これは本当にもうねすごいです、本当にすごいです、もうかっこいいです、かっこよすぎです。結構前に紹介したのの亜種っていうか進化バージョンです、どうぞ。はい、ちょっとこれねめっちゃゴツゴツしてるんで重たいんですけど、もうすごくないですか、もうどっかっていうか、もう分かりますかね、ちょっと分かる人に分かると思うんですけど、長島スパランってとこにあるね、あれにめっちゃ似てるんですよ、あの例のやつに、ホワイトサイクロンというものにめっちゃ似てるんですけど、はい、これ乗っていきましょう、スタート。あれ、こっち向きで合ってた、あれ、これ逆のやつじゃね、あ、逆じゃん、はい、逆でした。ちょやらない。はい、気を改めてね乗っていきましょう。ああ待って、逆発、この機械逆走するみたいですね。ちょっと押しながら、オッケー、オッケー、待って、はぁー、事故で、あ
何の恨みを買ってるのか知らないですけど、なぜか乗れない。乗れた、来た、開きたい。よーし、はい、こんな感じで、もうめっちゃすごいんですよ。はい、こんな感じでね、はい、はいはいはい、もうめっちゃすごくないですか、これ、このこれ、はい、このジェットコースター、もうすごいんですよ、本当に。これ、すごいですよ、もう皆さんダウンロードぜひしてください。こんなのがね、あったらね、もう感動ですよ、ほんと、現実にもマインクラフトにも。めっちゃすごくないですか、これ、もう感動したいね、すごい。ほんとね、このモッド見つけてきてよかったと、僕はこのね、ジェットコースターを乗りながら思います。はい、すごいですよ、この中までしっかりコースターが繋がってるっていう、この感覚、この感触、すごい。この感じで、ぐんぐんと進んでいきます。おー、めっちゃ当てる、はい、帰ってきました。めっちゃ楽しいです。ラストとなりました。皆さん、今まで見てくれてありがとう、本当にありがとう。はい、ではラスト紹介していきましょう。ボン、はい、ブラック、はい、これでもうね、もうサッカーボールです。四角じゃ再現できないんで、ちょっと無理やりですけど、マジックスタディアムブロック、これもう見ていただきましょう。もう本当にすごいです、これはマジですげえ。皆さん、最後になりました。これ2回目ですね。はい、いきます。サッカーボール、これちょっとね、めっちゃ重いんですけど、はい、まずとりあえずクリックします。そうするとスパーニングチェルコチョーって出るんですけど、はい、これね、本当にすごいんですよ。ちょっと1回の右クリックじゃね、まだ発動しません。もうね、全日米がね、感動っていうかね、気になってしまったこのサッカーボール。さあ、一体どうなるのかということですね。はい、まあね、教えていきたいと思ってか、やっていきたいと思います。いきますよ。こんなことはわざわざしなくていいんですけど、いきます。はい、なんとちょっと大事なところでフリーズをしてしまったっていうか、重たすぎるので仕方ないんですけど、はい、なんとはい、これ見てください、これすごくないですか。本当にこれやばいですよ、本当。はい、サッカースタジアムがなんとね、再現されます。これ本当にやばいですよ。すごいの息超えてますからね、マジ。カーのね、試合会場がなんと作り出されます。ほんとこれすごくないですか。もうすごいとしか言えないんですけど、このモッド、めっちゃ感動しました。はい、まあ、僕は最後この観客席ではなく、はい、このね、サッカーゴールのど真ん中で終わりを告げたいと思います。皆さん、はい、今回のモッドはどうだったでしょうか。ちょっと前回のモッド紹介よりかなりね、難易度が上がったっていうか、もうすっごいね、レベルの高いモッドなんですけど、本当に今回のモッドは素晴らしいです。はい、ぜひ皆さんダウンロードして遊んでみてください。はい、ね、これで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。もうこのサッカーのやつは重たいんですけど、生成するときめっちゃすごいんでね、はい、ぜひあと、チャンネル登録もぜひお願いいたします。では、バイバーイ。